蜀軍は曹丕と司馬一族により計略が巡らされた洛陽を突破。劉備らの合流を待つと、ついに曹操がいる巨匠へと軍を進めた。曹操、かつて劉備と共に戦い、後に強大な敵として立ちはだかった男。乱世の初めよりその存在は劉備の運命を大きく動かしていた。今ここでその数奇な因縁の全てに決着をつける。曹操の覇道を止め乱世を終えるために、掲げた仁の世の理想を天下に実現するために、万感を胸に劉備は曹操との決戦に臨む。劉備の志士劉禅と趙雲諸葛亮も決戦を前に息を上げる。乱世の果て、男たちは最後の戦いに挑む。劉公子だ。仁の志を受け継いでいるぞ。なあ兄者、ここまで。あと一歩だ翼徳。最後に敵するはやはり曹操殿でござったな。ああ雲長、やつこそが乱世の元凶であったのだ。嬉しく思う雲長、翼徳。あ？どうした急に。我ら三人揃って今この時を迎えているのだ。あの日の誓い果たせたな。そういうのはこの戦に勝ってからにしようぜ。さあ行こう。乱世の向こう、新たなる時代へと。
れだけの者がいようと関係はない。我らはただ兄者の大使を支えるのみ。韓雲朝の義の刃、劉玄徳の陣のために。心配いらねえ、兄者の道は俺が開く。何があってもな。これが最後の戦、栄飛と張飛、大暴れしてやるぜ。乱世の先を作るのは覇道ではなく王道。それはすなわち劉備殿の道に他なりません。ならばこそ私はその道を開く槍とならん。いざ張飛竜、劉備殿の大使と共に。拙者の部、父上にはまだ遠く及びません。ですが拙者も全力を尽くし戦います。いよいよ陣の世は目前。やはり最後に立ちはだかるのは曹操か。諸葛亮、この戦、策は？いくつかの手は打ってあります。ですがこの戦を決するのは策ではなく思い。劉備殿の大使とそれを支える将兵の闘志、それらがある限りこの戦負けません。これでは軍師失格ですね。ですが勝ちましょう、劉備殿。ああそうだな。よし行くぞ、皆共に新たな世を。曹操を倒し乱世を終える。皆最後の戦いだ、奮戦せよ。敵の援軍がこちらに向かっています。合流されては我らが不利になります。殿と私は城の攻略へ向かいます。竜禅様と張雲殿は敵の援軍を封じてください。父上の陣の世はもう少しだそうだ。張雲、私たちも共に父上の決断をしよう。この私が竜となって先陣を引きましょう。ここからは敵さんは来られないよ。さて、もう一箇所も封じちまうかね。
遅いぞ。これで城攻めの邪魔は入らないだろうさ。さて、わしらも城の中へ行こうかね。なんて誰が決めたんだい？はしごを持ってきな。屋根の上を進むよ。今だ。劉備に向かって矢を射かけろ。弓兵を排除しましょう。速やかに城壁の上へ向かってください。だからそれを分かってる俺がやる。
投擲士というわけですね。腕に覚えがあるようだな。しかしね、なんか、なんだって言われてるだろうな。だけど、俺の勘だと意外に強そうだ。私が強いだなんて、面白いことを言う人だ。この勘とやらは、果たして当たるのだろうな。素晴らしいご活躍。ふっ、来たな。この炎に焼かれるがいい。いやいや、当然もない。もしなら、こっちも火を吹いてあれを壊そうか。おや、あれは何だろう。構造のようなものから火が出ている。流星様、お見事な戦ぶりです。長子竜、感激しました。先に進めるよ。もちもち諸葛亮たちとも合流できそうだね。父上もその辺りまで来ているのか。お怪我などされていないと思うのだが。素晴らしいご活躍。
父上はもうすぐピンを掴まれるであろう。これでなんとか上半で幼き龍勢さん早いくとさ共に今この時これでなんとか嬉しく思います。敵がたくさんいるように見える。私に歯向かおうなどと思っていまいや。確かに。だが、アングとて平穏な世の三に戦うのだ。私に挑む。よかろう。かかってくるがいい。邪魔な男よ。陣などで人を導けるか。断りを示し力で立さねば人は。そうかもしれぬ。だが私はそれでも人を信じたいのだ。ならばやってみるがいい。さらばだ、劉備。
さらばだ。そうそう。乱世の巨星曹操は巨匠に倒れた。蜀軍はそのまま曹操を失い混乱した華北一帯を平定。ここに乱世は集結した。その後劉備は漢の都である洛陽を再建、そこに帝を迎える。帝は劉備と孫権を王に奉じ、彼らに天下の実質的な統治を託した。かくして官室は復興、天下は平穏な日々を歩み始めた。戦乱に傷ついた大地はいずれ民の手で豊かな実りを結ぶだろう。騒乱にすさんだ人の世もやがて大きな輪を描くだろう。劉備はその情景を胸に描き、仁の世の実現を目指す。民や仲間と共に、そして彼に明日を託した宿敵の言葉を胸に、英雄の大志は天へと届き、今新たな時代が始まる。共に新しい時代を迎えられたこと、この劉玄徳心から嬉しく思う。だが今日までの戦乱のこと、どうか忘れないでほしい。いさかいを力で収めても心までは従わぬ。人の情は断りのみではつかめんのだ。だから皆互いに語らい、信じ支え合ってくれ。の手で健やかなる仁の世。想说